皆さんこんにちは。今回はミュウツーの解説をしたいと思うよ。 B ボタンでシャドーボール、下 B で金縛りを打つよ。横 B は相手の反射攻撃にも対応しているサイコキネシス、そして上 B はテレポートだ。空ニュートラルの技が強いよ。空前のシャドウ斬りも強いよ。なんかいつもとステージが違うね。あとはなんだろうな、上投げが強いよ。それじゃやっていくよ。ペポンさん対戦よろしくだよ。ブラックマリオだ。これは負けられない戦いだよ。マリオ相手はお手玉されちゃうのを気をつけて。ミュウツーは重量級、図体はでかいけど重量級ではないから早期バーストされないように気をつけるよ。アイテムがありだね。何を持った？スクリュースロッシャーだ。それは譲っちゃダメだよ。このままシャドウクロウとリーチをご利用して持ってくよ。基本的に下強も上強も強いからガンガン振って相手を宙に浮かした後シャドウクロウにつなげていくよ。スーパーアーマー、これはもらったよ。なんかこういう事故で相手が死んじゃった時ってどういう反応していいのかいまいち分かんないんだよね。まあでも勝負の世界は甘くないから、まあそれは一つの事故と。危ないアイテムが来たよ。これでもし相手がまた事故で死んでしまったらどうしよう。本当に申し訳ない、申し訳ないと思う反面、まあでもこれも勝負。まあこんなし、あ、どうなってしまうんだろう。これでもし相手が事故で死んでしまったら申し訳ないよ。私はなぜここにいる。トヨさん対戦よろしくだよ。相手はまずはニュートラル B をぶっ破してこなかったね。逆強切り食らっちゃったな。相手のニュートラル B に対して反射技をしっかり決めて強切り食らっちゃったな。そこで上 B は、あ、ちょっと重たす、ギザ重たす、ギザ重たす。相手がこれキャッチしてるのか、あ、爆発しちゃうよ。ガードはできない。ギザ耳ピチューみたいな感じでギザ尻尾ミュウツーみたいなのもあったら面白いと思うよ。図体がでかいから相手への攻撃が当たりやすくなったね。むしろプラスだ。強切りがうざいよ。跳ね返すよ。跳ね返せなかったよ。何それ。緑コーラ絶対取りに行くよ。なくなってたよ。どうするそれ、どう使うのそれ。なんでみんなそんな、もっと溜めて使ってよ。あ、もうその中途半端な溜めはやめな。なんでそんな小粒豆鉄砲みたいなことしてるのさ。邪魔よスマッシュボール。相手の頭をこっちに来るのだ。下気が強い。スマッシュ煙玉意味ない。こんなの相手を闇に染めていくよ。それはダメ。クリスタルお姉さんの登場だ。シャドウボールを貯めたよ。とりあえず対戦相手がちょっと若干ラグいからもうシャドウボールぶっ破するよ。クリスタルお姉さんに手を出すなこいつ。クリスタルお姉さんこいつクリスタルお姉さんの仇だ。マザーブレイン兄さんの登場だ。やろ、マザーブレイン兄さんに手出すんじゃない。なんてことだ。マザーブレイン兄さんが脱皮してしまったよ。キュレムは距離さえ取っておけば大したことない。どうせ投げるんでしょ、知ってるよ。本当の投げっていうものを使い、投げの使い方っていうのを見せてあげる。投げっていうのはな、こうやって相手の隙を見て使うんだ。とりあえず相手がいるから使うってもんじゃない。相手の隙を見てな。じゃあ俺と心中しようよ。いいよな、お前俺のなってくっつけたんだもんな。まさかお前だけ死ぬなんて、そんなの誰が想像できたんだ。ミュウツーワンポイントおしゃれアドバイス。前投げがおしゃれだ。逆なんで打ったんですか。逆なんです。ヒルナンデスの後継正式番組、逆なんです。
擦っていく。おしゃれな、これがおしゃれな前投げ。すごいおしゃれ。まあでも何にも繋がらないよ。海洋ガニ流されてそのままお前は死ぬ。たぬきさん、対戦よろしくお願いします。今回はミュウツーの基礎的な立ち回りを皆様に説明していければと思います。手榴弾は跳ね返します。手榴弾は跳ね返します。基本的にミュウツーはマッチキャラとなっております。マッチキャラというのは相手の攻撃を悟って、相手の遠距離攻撃は反射、そしてシャドーボールで反撃していく型となっております。そしてまあそうですね、スネークさん、その僕のミュウ、どうやらこの解説聞かれているようですね。そういう場合は相手が今これ完全にシフトしていきますね。遠距離攻撃ではなく前にガンガン詰めてくるタイプのようです。これは空打で戻ってくるのが容易に予想できます。しっかり空打には対応していきましょう。ああいうアニメスマッシュ技には絶対に当たっちゃダメだ。あそこに地雷があるのは見えていたんですけどね。しかしミュウツーはなかなかやはり当たり判定が大きい分広いですね。ここで投げた場合、相手は必ず上からの復帰を選択するでしょう。下からの復帰でしたね。見えていたんですけど、ミュウツーは軽いので簡単に吹き飛ばされてしまいます。シャドーボールを逆に打って何がしたいのかと、そんなのこっちもこっちが効かせてほしいわと。下投げからの空前が3分の1ぐらいの確率で入ります。まあお相手さんこれ逆に読みやすいですね。絶対に回避するっていうのが分かっている。下投げをしたら絶対に回避するっていうのが分かっているので、そこに DA を刺している。そこから単調な復帰、分かっております。シャドーボールが全てを壊す。まさか手榴弾一つに勝てないとは。これにはさすがの MKR もびっくり。相手にテレパシーを送るところから始めましょう。テレ、このパーセントはテレパシーを送らないとまずいぞ。こんなミサイルごときに負け、総裁どころか負けましたね。さよなら上バースト。ミュウツーの最も恐ろしいのはもちろん上投げバースト。ザーワッシュさん、対戦よろしくお願いします。まあもういいかなと。もう適当な実況ももうコリゴリだと言われる、コリゴリだ鬼ゴリだと言われる頃合いだと思いまして、このガロンドルフとミュウツーのマッチングはあのデラックスの頃のギガクッパ戦を思い出す組み合わせですね。またアイテム戦か。こんなにアイテムばっかやっちゃうと、またアイテム、アイテム、アイテム、お前アイテムがアイテムだよ、お前がアイテム、お前アイテムだけ、結局お前がアイテムじゃねえかみたいに言われちゃうんで。はい、まあでも一応まああの人のね、一視聴者のね意見を参考に、まあ自分そんな思い詰めなくていいですよと。なんですか。まあその一つの否定的なコメに対して別に自分のスタイルを変える必要はないですよと。まあ多分ねそうなってると思います。楽しそうにやってる MK が見たいって、まあもうこれもう手遅れなんですけど、もうね5本動画撮ってるんで手遅れなんですけど、まあもうちょっと僕もね、あのこのこれから今からね、まあ君たちがいつかほど見る動画がねどうなってるか怖いっていうのが、まあ正直な感想と言いますか、それ年力が当たっちゃうね。まあでも一人の人間一人の、まあそれは千差万別十人十色、まあね皆さんには皆さんの考えがありますよと。まあだからそこに僕がそこに考えを変える必要はない。まあなのでまあよく言うんですけど、まあ一人のアンチがいても100人の応援してくれる人がいたらそれでいいんじゃないかって。そんなわけねえだろと。そんなわけねえよ。一人の出過ぎくん、一人のアンチに、なんで俺が一人の否定的な込めて、なんで俺が不快な気持ちにならなきゃいけないんだ。ダメだろ。100人の応援してくれる人はもちろん必要だよ。でも一人のアンチもいちゃいけないんだ。だから俺は千差万別千載一遇最大チャンス最大一遇
空前絶後の木下大サーカス。またこれ俺のモンスターストライクで終わっちゃうじゃん。ぽよん。それはダメ。ドクターワイリー殺す。ダメだな、これ逆らっちゃいけないね、タイプのに突進してくるよね。死ぬの。アーサン対戦よろしくお願いします。アイテムか。なんか最近ちょっとなんかアイテムありなんか運ゲーとまでは言いませんけど、なんかもうあこのもうアシストフィギュア、このアイテムに頼ってもうそんな一方的、こんな1対1でアシストフィギュア取られて、このアシストフィギュアが出てる最中に次のアシストフィギュアが出てるなんて事態になったらもうさぞ一方的な展開になってしまう。だからなんかアイテムありなんかくだらねえなって。あんな有利な状況からたかが1アシストでか、まあ、スマッシュボールはまあ別、まあ、まあ最後の切り札とかもまあぶっちゃけ、まあ、使わない方がいいんですけど、ストライクショットは、まあ、この、ね、ジェネシスとかもなんかこのパーツ集める系のアイテムとか、まあまあ、正直もう今回は実力だけで勝とうかなと。まあでも言うてアイテムがあるっていう状態、アイテムが相手にかまけている状態でそのアイテムを一切使用せずに相手に勝っていきたいと思います。相手のアイテムをむしろ反射して利用するぐらいの意気込みでね、今回は使って相手をねボコボコにしていきたいと思います。まあ、なんでまあとりあえずまあアイテムはまあ雑に牽制程度にね使っていければ。あれおかしい、殺すつもりはなかった。アイテムに頼らない立ち回りっていうのをね、まあいかにそれができるかできないかで、まあ、大きく今後の実際にね、戦って強者と戦ってみたときにどういう視点になれるかっていうのがまあ本当に大事で、スクリューアタック、まあ、とりあえずこれは取っておきます。取るな。あーこれもう不可抗力だな、これでかくなっちゃったのも。あーなんかスクリューアタックも取っちまったな。別に取りたいわけじゃないんだけどな、どうしてもアイテムから俺の方に来てしまう。あーもうそれは跳ね返しちゃうよ。それもどうしてもね、なんかアイテムから俺の方になこうやって来てしまうあたり、やっぱあスマッシュボールはもうね、スマッシュボールはなし、禁止、スマッシュボール禁止、ダメで、ね、スマッシュボール触っちゃダメで、ね、ダメで、ね、スマッシュボールなしで、まあ、純粋にね戦いをしたいっていうのがまあ今の、まあなんか、まあ、戦いの火種になるぐらいならってやつですよ今のは。こんなものこんなものがあるから戦いが起こるんだって、もう僕はそう思ったわけで、あもうこれもダメ、これね、もうこの捨てちょっと待って、捨てるからもうこれ捨てるから、ダメだってアイテムなんてに頼っちゃう。あーもうなんでこんなことになっちまうんだよ。ブルーさん対戦よろしくだ。ネスリンはシャドーボールが吸収されないように立ち回るよ。下へと空上と横強全部強いよ。相手のめくられちゃうな。ネスの対処法はとにかく念力で相手を寄せつけないよ。シャドウクローで切り返していくよ。そっちがそうやっていう対処法をして、いやーリーチでゴリ押しするよ。持ってかれちゃうよ。死んだよ。コーヒーさん対戦よろしくだよ。お相手はリドリー第1回怪獣重量級対決だ。シャドウクローをかましていくよ。リーチは相手のが長いから焦らないように立ち回りたいと思うよ。アイテムがありだね、気づかなかったや。まあでも反射技を持ってる分ミュウツーのがアイテムあり戦は有利だと思うよ。
この帰ってくるブーメランは強いよ。お相手も、あ、何その楽しそうな、ちょっと待って、ダメ、そんな無駄、なんでそんなもったいない使い方するの。ちょっと入ってみよう、どうなるんだろう。あ、すごい楽しい。なんでこんな無駄遣いしたのさ、信じらんない。アイテムなんていらない、そういう姿勢を感じます。メテオ、一旦、あ、くそ、念力はああいう風に暴れられると半額をもらっちゃうよ。スラッシュ、スラッシュ、え、HTTP シャープスラッシュ or yours psycho break 決めるよ。相手の頭をストライクショット、これが大人の10コンボだよ。負けるね、これ負けてね、本気を出すよ。リドリー相手には負けちゃいけない。決してリドリーを舐めてるわけじゃない。危なかったよ、ほら、え、この絶妙な距離感、痛い、反射できるよ。あまりバカにするなよ俺のことを、こんな喋り方だから。バカレッテナンバー2さん、対戦よろしくお願いします。今回はミュウツーの基本的な立ち回りを解説していきたいと思います。まあ、まずは相手はリドリーのように重量級の場合はこうやって空前がだんだんつながっていくので、まあ空中ニュートラルと空前をこすっていく立ち回りでいいと思います。で、相手のパーセントがある程度溜まったらシャドーボールを貯めましょう。シャドーボールを貯めようとすると相手は必死に止めに来ます。それに対して空下じゃない、下強からの、あん、下強、隙がないですね。まあ、とりあえずここは一旦相手の火を消すのにも優秀な、跳ね返せちゃうんだよね。尻尾が長い。ミュウツーは基本的にこんな体型に見舞わずカルカルなので、カルカルカルテットなので、しっかりと、そうだな、このパーセントやっぱりテレキネシスかな。今みたいに相手との若干の距離があるときは下火の金縛りをすることによって相手を確定バーストに持っていけるよ。おっと、ここで強気な立ち回り、相手が強気な立ち回りにシフトしたときはしっかり受けの立ち回りを意識しよう。相手の動きに柔軟に合わせる、それがミュウツーの大事なポイント。相手ガンガン来るな、だったらこっちもガンガンいっちゃうよ。ガンガン空前をどんどん振って、空上も振って、そしてテレポートで空後、あ、そう、今崖奪いは俺が掴んだと思ったんだけど、ん、